旧選挙人常小学校懐かしの学校給食は、昭和の学校給食を再現したメニューを味わうことのできるイベントで、マニはエスパス文化振興財団が企画しています。10月のメニューは若鶏のオーロラ、ソース、コーン、スープなどで通常の開催日のほか、音楽の授業を開く特別授業日もあります。はい <laughs> 4月から6月にかけて延べ630人が参加していて特に10代、20代には SNS を通じて広まっています,いますイベントには市民団体マニワッショイが協力して給食の配膳やイベントの運営を行いますマニワッショイのメンバーとの交流を楽しみにしている人たちも多く 笑いの絶えないイベントとなっています旧選挙人情小学校懐かしの学校給食は10月・11月に開きます参加の予約は4日前までにお願いします